ミッドランド軍はアメリカ合衆国ミシュガン州ロワー,ー半島の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は83,629人であり、2000年の82,874人から0.9%増加した。軍庁所在地はミッドランド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は527.89平方マイルであり、このうち陸地521.19平方マイル、水域は6.70平方マイルで、水域率は1.27%である。ミッドランド軍はフリント・トリシティーズ地域に属している。主要高規格道路空港航空旅客定期便はフリーランド近くの MBS 国際空港とフリントの ビショップ国際空港から発着している。その他に一般用途空港であるジャック・バースト市民空港がある。公共交通群内には公共輸送手段としての定期サービスはない。住民は二つの政府が公演する期間に前もって予約することで乗降、輸送を期待できる。ミッドランド市内であればダイアル・アライドであり、市外かつ群内ならばカウンティ・コネクションであり、 通常無料である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミッドランド軍は圧倒的に共和党を支持しており、民主党を支持する隣接詐欺の軍や米軍と対照的である。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党候補のジョン・マケインが22,263秒50.83%を獲得し、対する 民主党のバラク・オバマは2701票、47.26%だった。ただしオバマは10%以上の得票率差で、ミシガン州を制した。2004年では、共和党大統領のジョージ・ W ・ブッシュが24369票、56.31%を獲得し、民主党のジョン・ケリーは18355票、42.41%だった。 2000年、ブッシュは21,887票、56.28%、民主党のアルゴアは15,959票、41.04%だった。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、 社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。軍保安官は予算カットのためにパトロール部門を持っていない。 元のパトロール警官は市民援助対応部門に勤めており援助要請に応えている。ミッドランド軍は下記16の軍区に分割されている。ミッドランド軍はローマカトリック教会先の教区に属している。ありがとうございます。